知らんけど。あ、ちょっと逆気味かな、やっぱり。ブラシ変えた方がいいかな。違う、違いますわ。何やろ、うん、私のこのレンズがおかしいんだ。何やそれ。目もおかしいけど。あ、そっか。いや、別に取りません、取りません。あ、横山さん。恐れ入ります。もう少し前の方にお詰めいただけますでしょうか。それでは大変お待たせいたしました。皆様にはすでにご案内の通りですね、今月末をもちまして定年扱いで総務部の釜山文豪さんが退職されることになりました。ここで皆さんでですね、お送りをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは初めに職場の代表の方から感謝の気持ちを込めて花束をお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。それでは釜山さんによりですね、ご挨拶をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうも釜山です。今日はすみません、大変お忙しい中、また ISO の維持審査も大変お忙しい中集まっていただきありがとうございます。今日私一人のためにこんなに大勢ありがとうございます。先ほど工場長並びに三好副委員長の方から心余る言葉を頂戴しまして、ちょっと緊張しております。しかも美味しいビールをいただきまして、非常に盛り上がっておりますけれども、ご容赦いただきたいと思います。先ほどご紹介ありましたように、今日をもちまして定年退職ということであります。昭和36年の10月に入社をいたしまして、今日まで37年と1ヶ月というふうに先ほど伺いました。その間皆さん方には大変なお世話をかけまして、あらゆるところでお世話をかけました。36年に入って、当時はこの工場できたままでしたから、約800人ぐらいの従業員の採用のお手伝いを勤労本部させていただきました。それからしばらくして、今前にいらっしゃいますけども、清原さんたちと一緒に生産資材部の方で、部品の手配等々をさせていただきました。それが約17年間お勤めをさせていただいて、当時の小原さんという方がいらっしゃいましたが、その方の選挙を安井さんたちと一緒にやらせていただいて、そのまんま総務の方にお世話になり、19年間お世話になります。特に総務の皆さんには、横山さんを中心に女性の皆さんに励ませながら頑張ってまいりました。そんなことで各関係会社の皆さんとかですね、地域の皆さん、大きな方々、多くの方々と非常に知り合いができて、いい思い出がたくさんできました。これはぜひこれからもですね、大切にしていきたいというふうに思っています。まだまだたくさん皆さんにお返しをしないかんと思いますけども、今日をもって、とりあえず企業を出していただいて、また11月1日からは警備室の方でしつこくおりますけども、ぜひ声をかけていただいて、大阪工場の防災等に一生懸命頑張ってまいりたいと思ってますので、今まで以上にぜひご協力をお願いしたいと思っています。60歳の定年でしたらですね、もっともっと気持ちがですね、高ぶったかなと思いますけども、また来週から皆さんの顔を見るということがあればですね、大変嬉しく思っておりますし、ぜひよろしくお願いしたいと思います。大阪工場も大変厳しい時だと思いますし、3Nの B1 作戦、悪なき挑戦というのがございますが、ぜひこれを達成されてですね、大阪工場のますますのご発展と皆さん方のご健康並びにご多幸をお祈りして、今日の方をお別れします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。釜山さんには社内はもとよりですね、地域の方々にも大変いろいろな面でお世話になりまして、本当にありがとうございました。ここで釜山さんのですね、前途を祝しまして、万歳三唱でお送りしたいと思うんですが、本来ならば福井議員がですね、ここに出てお送りしたいということだったんですが、
効用によりまして欠席させていただいてますので、区議員のですね申し伝えによりましてですね、今まで釜山さんが大変お世話になりました、釜山さんにお世話になりました、人からですね、代表してですね万歳三唱でお送りしたいということで、副議員のですねご指名をいただきましたので、その方より、万歳三唱の発声をお願いしたいと思います。それでは総務の野口さんにお願いします。今日は夏場所じゃないと思ったんですけど、やはり涙が出てきました。誠に僭越でございますけれども、万歳三唱の音頭を取らせていただきます。釜山さん、たくさんご心配をおかけし、でもその何倍もの、お力をいただいたこと、本当に私たちは忘れません。ありがとうございました。本来ならば福井さんがこの場に立って、大変お世話になったお礼と今後のご活躍をお祈りして、皆さんと一緒にお送りしなければいけないところですけれども、あいにく出張のため代役を務めさせていただきます。実は去る27日総務の送別会の席上にて、これまでの東芝生活を一緒に振り返りながら、この場に立つのは誰がいいのかなというお話が出まして、まず一番釜山さんをよく知ってる人、一番お世話になった人、それにこれまでにない方法でお送りしましょうということで、その他にもたくさん話題はつきませんでしたが、ぜひということでこれから万歳三唱の音頭を取らせていただきます。よろしくご唱和をよろしくお願いいたします。釜山さんのご健康とご活躍をお祈りして、万歳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 。どうもありがとうございました。それでは皆さん、もう一度大きな拍手で釜山さんをご祝いしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。